なたでなた。戦国時代に死んだ武将の亡霊。話を聞いたことのある人の前に出現すると言われています。出現パターンは全部で3つあり、それぞれ内容や対応方法も違うと伝えられています。トイレに行ったタイミングで出現するパターン。突然トイレから血が流れ出し、やがてなたでなたの肉片と思わしき物体が出現するというもの。この場合は、肉片がトイレに流されてしまわないようにすべて手でせき止めなければなりません。もし一かけらでも流れてしまったら、いつか殺されて地獄へ連れて行かれてしまいます。いつかの定義は曖昧で、流れてすぐに殺される場合もあれば10年後20年後かもしれません。夜中に目が覚めた瞬間に出現するパターン。目の前になたでなたの顔が出現し、その口から血を垂れ流してきます。この場合は流れた血を口で受け止め、すべて飲み込まなければなりません。血をこぼしてしまった瞬間なたでなたに殺され、そのまま地獄に連れて行かれてしまうそうです。最後のパターンは突然対象の元に出現するパターンです。この場合の対処法は判明しておらず、その場で殺されてしまいます。3つのパターンにはそれぞれ出現条件があり、条件を満たすことでなたでなたの出現パターンを選ぶことができますが、その方法も現在わかっていません。話を聞いた人の元に出現するタイプの怪異は古くから多く存在しています。話を聞いた人の前に現れるテケテケや、届いた人に呪いをかける不幸の手紙、不幸のメール、見た人に呪いをかける呪いのビデオ、などが挙げられます。伝染するタイプの怪異にはそれぞれ確実な対処法が存在し、テケテケなら呪文を唱える、手紙なら複数人に送る、呪いのビデオはダビングし、他の人に見せるなど、伝承とともに対処法も伝えられてきました。しかし、なたでなたに関しては対処法の一部が伝承の中で欠損し、パターン3に当たってしまった場合は即死が決定してしまいます。そのため、現状できることは即死パターンを引かないよう祈りつつ、トイレに流れる肉片を止めるか、なたでなたの血を飲み切るしかありません。